ゆずきん TV のゆずきです。今回からはね、このね、ゆるさんの、ね、耳とかをね、つけて動画ずっとしていこうと思って。まあ、なくすかは問題なんだけど、まあ、しばらくはね、この頭にかぶってね、やっていきたいと思います。はい、今回はね、ゆずきの1年生ランドセルの折りたたみ傘ですね。スープラトゥーンって書いてあります。まあこれ遠足とかに合うがいい。使えそうなやつ。ちょっとこれケースだね。よし。はい。オッケー。めっちゃ可愛いイカちゃんのね絵だと思うんですけど、紹介していきたいと思います。このが折りたたみガーサ。次はこれ。ここでもちゃんと英語でスープラトゥーって書いてありますね。これもう一回開いちゃっていいですか？はい、今開けるの？開けれる？オープン。で、まずね、ここはここと、あれ？ここちゃうのこれ？あ、普通にこれなの。ちゃってなるまで。いや、オッケーいけた。こういう感じの傘です。めっちゃ、ね、ここにねタコとちょっと手させ。ここにスプラットとか書いてある。ここにタコとかにイカとかの映画ねめっちゃ可愛いです。いろいろねこういうスプラットっていうね字とか混ざってたりとか、このスプラットのギザギザみたいなこれとかね混ざってたりとか、まあおしゃれで可愛い。くるるる。そう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 。ここにねめっちゃでっかいねやつがあります、ね。そう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 。で、ね、色がね。あとね大きいスプラトゥーって書いてるところにねイカも結構でかくて黒がやっぱかっこいいですね。これいいわヒュ。いい。じゃ出ていいよ。じゃあサムネイルに。サムネイルさっきのは良かったわ。これで。一旦これを畳めるんだっけ？あれ閉じれる。だってこれ閉じるの？そう。こうだね。で、こうね。練習いるな。また今度練習しようか。しまう練習。あ、無理です、それ。じゃあ、今から外へ。今から外へ。ゴー！全然この傘は無敵。無敵の万術。そんな無敵じゃない。折りたたみやから。ここら辺にありますので、ぜひよかったら見てください。